皆さんこんばんは、開封大好き吉弘です。今日はですね、なんと案件いただきました、秋葉原のマリさんです。イエーイ、イエーイ、初めて来たわ。いやでもね、最近できたんですよ。まあ1年経ってないんじゃないかな。中野にもさ、ないっけ。あるある。だからそのね、マギってさ、我々なんだかんだで結構密接な関係にあったじゃん。いろいろ案件もらって、まさか実店舗があるっていうことで、今回初めての実店舗でございます、はい。てかお前あれじゃん、あのメイ、そうなんだよ、2000円で買ったじゃん、最初に。今いくら。なんかね、もう10万以上絶対するでしょ。ちょっと後ろにあるから見てみる。お前すごいな、マジモのシンデレラストーリーだ。12万。隣のピッピもやばいから。これただでもらえるやつじゃん。ていうか、これに関してはプロモのやつだから。やばっ。ていうことで、もうポケカがすごいんですけど、今回そんなポケカは知らないので、なんか極力マジックのこと触れていきたいかなと思ってます。で、なんかね、マジックあるかな。あ、でもなんかここにさ、おオリパーがあるよ。オリパー、オリパー。でもほとんどポケカと遊戯王じゃん。あれマジックないな。ない。あるやん、ちっちゃ、ちっちゃ。嘘、一パックのやつやんこれ。じゃあどうしよう、3000オリパーやってみるか。そうね。じゃあ、はい、ちなみに、はい、このマジックのオリパーって売れ行きどうですか。そうですね、あんまりその、はい、マジック・ザ・ギャザリングを扱っていくっていうのがお客様に周知できてなくて、売り上げとしてはちょっとあまりなんですけれども、まあ、内容は結構いいものになっていると思います。今回この動画見た人がこれを見て買いに来るかもしれないわけですね。そうだね、そういうことは絶対当たり欲しい。とりあえず3000円、査定の折り方で、はい、よろしいでしょうか。3500円とどっち。あ、でも待って、3500円って言わんでるの。一撃がでかいのはこっちやん。500円出そうよ。そうだな、ああ出そう。先生、4000円渡して、はい、お預かりします。ちょっと待って、まずここで景気つけて、そっからそうだないろんなカード見ていこう。ああ、お、でもこんだけじゃないですか。もうこんだけしか残ってなくて、絶対外しちゃうやつ。こんだけしかないの。いや、でも多分全部当たりの可能性あるからな、逆に。じゃあちょっと皆さん、これが本邦初公開、マギ秋葉原店さんのオリパの中身です。おお、ああ、見るわ。大外れだ。もう行っちゃったよ、スタッフ。スタッフじゃないじゃん。俺今どう形容しようかなと思って。動画始まって最初のテンションこれなのきついな。切り替えていこう。うわー、というわけで、まあ、僕しっかり外れ1個処理しておいたんで、よかったら皆さん買ってみてください。7口つらいな。まあでもお店の中紹介していこう。もうしょうがねえなみたいなテンションやめろお前。うわー、マジかー。それでマギか。ああ面白いね。なわけねえ、なわけねえ。お、なんかいい感じのやつあるやん、またこっちの方が良かったな、うん。これさ、金銀銅で5000。これだって、ピンゾロから1日に。あー、なるほどね、全部同じ目か。お前持ってきてないの今日は。だったの、そういえば。俺ら4、5歳あったの、そういえば、うん、あれあれば多分お前今日ヒーローだったよ。うわ、そうだわ、うん。この神の方ってあれ、あれについてきたやつ、あのどれ、ゲームについてきたやつ。あ、そう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 、画面が青と黄色と、うん、そうか、お前この世代じゃないのか。いや、俺ギリね、この世代の時ね、小学生だったんよ、うん。これはね、俺らの世代だったら全員持ってる。いや、俺もちなみに、うん、そのこれを欲しいからゲーム買ったもん。あ、マジで。うん、てかお前その時ギリ小学生なの。小学生、ギリっていうかもう全然小学生だよ。あ、そっか、うん、小学生だった。でも1年とかそんぐらいじゃないかな。俺小6ぐらいだった気がするか。俺小1とかだったの。あ、そっか、じゃあまあ成立するか。でも、待って待って、小1の時にさ、遊戯王興味持つとするじゃん、うん、ルールわかんの。いや、わかんねえから、とりあえずさ、ここにさ、うん、星あんじゃん、あ、これが高いやつが勝ちっていうゲームやってた。あー、なるほどね。うん、そのなんか、わからないなりに、あの頃の俺たちはそのゲームを開発したんだなと思って、なんか、いや俺らもそうだわ。だってポケカとかもさ、エネ使わないであの技使って遊んでたから。
もう今やね、やっぱ技のルール分かるようになっちまったから、なんか逆に寂しい。寂しいな。だこれ強い弱い分かるもんな。でも普通になんかちょっとやりてえなこれ。貸そうか。貸してくれる？しょうがねえな。これってサイコロ振って、はい、ゾロ目だったらとりあえず金賞なんですよね。そうですね。で、2個でも同じ目揃ったら銀賞なんですよね。はい。で、3つ全部違う目、まあ、要は、まあ、バラでも同賞がもらえるんですよね。そうですね。同賞も結構熱いんじゃん。処刑人マキュラとかめっちゃ欲しいもんな。普通にカオスソルジャーさ、なんかあれ、まあ、レプリカだけどさ、うん、持ってるだけでさ心が安定するし、まあそうね、俺カオスソルジャー持ってるからっていう気持ちになれるもんな。やろっかな。すいません、ちょっとこれもやらせてもらっていいですか。はい。もうルリナ欲しいな。そうだね。いや、お前もうここ狙えよ。あ、まあそいつもいいな。普通に。あ、俺こいつてっぺんだと思ってたわ。ミモザ狙えよ。ミモザ、でも5000がミモザになったら大したもんだよ。大したもんだよ。おこれめっちゃテンション高い。かっこいい。一旦こちらで振って、はい、その後もう一度この箱の中を振っていただいて、うん、出た結果に応じて賞金を選びいただけます。ちょっと一回リハーサルやっていいですか。はい、これリハでかしこまりました。163でもこれが こうだったら、これはあの編集でうまいことつないだら、うわぁ、すいません、うるさくて金賞だよっていうので、まあリハ完璧だから、じゃあ次本番言います。そうだね、はい、本番いきます。じゃあ一回振るんですよね、スタッフの方が振って、ね、金は取りてぇな。はい、どうぞ。だって銀で別にこれルリナ持ってるようにってか、ルリナは、ああ2つ同じ目でしょ、いけるって。スタッフさん離れたのよ、大丈夫かな。あ、もう準備してらっしゃる。じゃあこれでいこう。いくか。頼む、マジでお願い。おお、ちょっと待って、見して見して。おぉ、ちゃんといった。銀、おめでとうございます。よかったー。やっと持って、やべ、持ってかれるな。サイバーエンドドラゴン。ちなみになんか参考までにどれがおすすめとかってあります？はい、ルリナとかしようでやれば、うん、もうルリナを選んでいただいた方が ですよね。でもいいの本当に、今後のことも考えると。逆にルリナじゃない理由を教えてほしいもん。もうだってここにいるやつだってさ、テラフォーミングとかなんであるのか分かんないもん。確かにテラフォーミングなんであるんだ、うん、これなんかリアルなやつなのかな。高いのかな。いや分からん。ちなみにこのあのカオスエンペラーなんかさ、昔あの1000円のカンカン買ったりさ。あー懐かしい、絶対これだろ。じゃあルリナいっちゃう。ルリナください。かしこまりました。ちょっと待って、ルリナ、うわ、超マジで嬉しい、本当に嬉しい。参考までにルリナ、売値価格4500円です。下がってんじゃん。マジっすか。こちら、お渡しさせていただきます。嘘、俺これあのてっきりあの1万5000円とかすると思った。マジで。じゃあ見とく。状態とかにも。そう、状態じゃない、よりますの状態。最高の状態でしょ、俺が保証するよ。完璧、完璧だよ。 PSA100?100、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 
え、嘘、まあ、オベうわマジで、まあ、ここでもしオベリスクにしとけばさ、ちょっと待って、でもオベリスクはないだろ。うわ待って、これポケカ知らないがゆえのあのミス選択だったの。お前だから今つつもたせに持ってかれたらと同じだから。いやまあ本当にそうだな。え、マジかよ、うん、うわハニートラップ気をつけよう本当に。オベリスク泣いてるぞお前。500円だと思えないけどな。だからお前がこれからこの子の価値上げていくんだよ。いいね。続いて何やろうかなってか待って、その、まあ、一応売ってるカードを見るか。そうだな、まあ、ポケカコーナーですね。うん、わこのピッピ持ってる。そのピッピはもうただでもらえるやつだな、うん、特価3万4000円だからな。さっきすごいやん、3万はするんだな。
でなんでその値段の差つくの？え、あそこにあるのさ、備品っていうだけでしょ。多分そうじゃない。傷ありか傷なしかでさ、その倍値段変わるってすごいね。有利ね。ゲートガーディアンにさ、そういえばさ、新しいさ、カード出るの知ってた？え、知らない。どんな？いや、ゲートガーディアンが融合モンスターになったんだよ。え、そう。え、まあ、3つ合体されるの？そう。マジで。しかもなんかその条件が融合を使うとかじゃなくて、フィールドか墓地か、なんかどっか手札のその3体除外するだけで召喚できるから、めちゃくちゃお得カードになってんだよね。え、多分で現代風にめちゃめちゃ能力強いんでしょ。そう、なんか効果を一旦に3回無効にできるんです。すげえ。敵の。で、なんかもしゲートガーディアンがなんかフィールドから離れたら、うん、俺うろ覚えだけど間違ったらごめんだけど、離れたらこっちのゲートガーディアンか、また融合モンスターの方のゲートガーディアン、どっちかを無限ループやん、特召喚できる。何それ。でしかもさ、なんかびっくりしたのがさ、これさ、真ん中 とさ、まあ、3体さ、これやんな、うん、これね、2個合体のも出んの、それぞれの。だからフーガとスーガが合体したやつとか、うん、原作再現、原作はあの早々にあのスーガだけやられて、あのそうだ、ね、ジオングみたいなやつだから、うん、だそういうのがね、できるようになったのと。マジで？え、めっちゃ勇気を得たいんだけど。迷宮兄弟のカードが基本的に全部その、うん、新しく召喚したあのシャドウグールだけなんか忘れてる、うんうん、あれとかもリメイクされたりとか。あ、ダンジョングールでしょ。シャドウグールとあの融合でできるやつ。え、マジで？あのなんかドリルのやつがおったやん、迷宮の魔戦車でしょ、うん、あれもね、リメイクされてる。マジで？マジで。俺迷宮の魔戦車、遊戯王で好きなモンスターランキング多分ベスト5ぐらいなんだよ、うん、あ、そうなんだ。1位はやっぱリボルバードラゴン。リボルバードラゴンですね。まあそうだよな、俺もリボルバードラゴン好きじゃあ迷宮の魔戦車、あれ悪魔族の教えってあれ機械じゃないんじゃないですか。へぇ、1位だったわ。で、お待ちかねの、お待ちかねのマジック…どう？トモニャンじゃん。え？え？え？ま、え？これ本当に俺ちょっとマジで知らなかったんだけど、お前なんでお前のサインないの、ここに。てか、なんで2人さ、もう行ったってこと俺に言ってないの？いや、お前友達だと思ってたら向こうは友達だと思ってなかった感じ、ひょっとして。これ、あー、でもそう思う瞬間めちゃくちゃあるわ。でも俺はお前の友達だよ。で、お前のサインやったらお前のこれでお前のサインやったら超面白いから。うわー、あ、でもね、待って、うん、まあ、この2人のサインのことは一旦置いといて、うん、結構ね、マジックお買い得なものありますよ。お、例えばね、これでかいやつとかね。だってこのでかさで2万。そう、このでかさで2万。まあこれもね、まあ、実際問題、あのこれ光ってるバージョンを見つけようと思ったら大変だから、まあセットで2万はいいのと、うん、あの後ろにトランスフォーマーのさ、トランスフォーマー、まあ、あれ知ってる？あのなんかその別の世界線バージョンみたいな、パラレルワールドバージョン。あ、知ってる。なんかね、見たわ。オプティマスがなんか敵になってるやつ。そう、だからなんかそのサイバトロンが敵で、あのデストロン軍団が正義みたいな。で、あれのね、今ね、1個ね、めっちゃ高いのがあるんですよ。それがスタースクリームっすか？いや、違うね。あの、え、スライサーってさ、トランスフォーマー知ってる？あ、なんか知ってる気がする。そのスライサーっていうトランスフォーマーが、うん、めっちゃおもろいのよ。あの効果が？そう、効果が超面白くて、うん、毎ターン対戦相手にコントロールが移るのよ。うん。で、それって多人数戦だと、うん、毎ターンその全部のプレイヤーのところにコントロール行くのね、うん、で、そのコントロール行くたんびにアンタップして攻撃できるようになるから、うん、だからあのそいつあの、まあ、4人で対戦するとしたら、うん、もう4回殴り続けるのよ、うん、俺のターンアタック、対戦相手のターンアタックっていうので、うん、で、そのコントロール移る際は俺以外を絶対攻撃してくれるのよ、うん、だからそいつはもう出たらもう毎ターン動きまくって、へー、面白いね。そう、超面白いでしょ、うん、っていうスライサーっていうのはね、なんかあの最初さ、まあ、動きネタっぽいじゃん、バカっぽいじゃん、うん、なんか弱いんじゃないのって言われたけど、4人とかでやると、そう、めちゃくちゃ強いっていうので、ないね。そう、ないけど、ただそれでトランスフォーマー、オプティマスやばくない？あ、10万すんの？やば。あれって普通にパックから出るやつでしょ？出るけど超出ないよ。高いんだ。ただあれにはね、逸話がありまして、はい、あの一応ね、多分ね、10ボックスぐらいに、そんなじゃないか、でも5、6ボックスに1枚ぐらいしか入れてないのよ、そのあれの光ってるバージョンって、うん、ただなんかさ、あのミスがあって、1ボックスに光ってんのが8枚とか入ってたんだよ。やばいな。そう、だから80万円じゃん。ポケカのさ、SR10 枚パックみたいな、うん、あんじゃん。まあ、ああいう意図的じゃなくて、なんかマジであの、うん、ロットのミスかなんかで、ね、うん、バグで。そう、バグで。だから俺、今まで人生で1回待ってたことないけど、うん、あの人の開封動画見てると、ワンボックスからなんか出続けるやつとかあるんだよね。コンボイが？うん、そう。あの黒いやつ？そうそう、黒いやつ。それであの値段なの？あ、じゃあ。だから本当にそれね、稀なのよ、そのバグボックスは。なるほどね。なんかそのバグボックス引いた人はもうやばい。幸せ、ね。超絶幸せ。頂点じゃん。うん、で、俺は、でもそれってさ、要はさ、
そのバグボックス分俺ら割り食ってるわけじゃん。ただでさえ出ないのにもかかわらず、ね、むっちゃ腹立つよな。まあね、普通にね買ってる人からじゃふざけん。そうそう、だから俺まだ一回も手に入れてないからね。だから、うん、将来ね手に入れられるといいな。あ、まあそれかもうお金の力で1枚ぐらい買うかだな。そうだね、サインドもあるよ。え、ここに何か変な。あ、そう、あ、これね、チェイン・オブ・メフィスト・フェレスっていう。え、めっちゃいいね。でもサイン書いてないやつだったら普通に欲しいわ。あ、お前センスあるね。このイラストがいいって思えるのはね、かなりマジックセンス高いよ。これ8万なんだ。安いんじゃない。いや、安い、結構安い。あと、なんかマジックってさ、うん、サインってさ、本来ありがたいもんじゃん、うん、その海外のイラストレーターさんと思ってて書いてもらうってのでさ、手間がかかるからさ、うん、大変なはずなんだけど、基本的にね、価値下がるの多いんだよ。もうなんか、書いてあることで価値下がるってこと。そのなんか、うん、なんかその、まあ、傷あり査定みたいにされがちみたいな。あ、うん、だからこれもさ、本来もうちょっと高いと思うんだよね。これ逆にイラストレーターのサインじゃなかったらどうなんだろうね。最低最悪じゃないか。あ、でも俺それいっぱい生み出してるわ。そうだよな。いや俺結構さ、サインくださいって言われてさ、うん、カードにサインしてるけどさ、うん、多分アメリカ人からしたらさ、これ誰だよってなってるの。まあそうだね。いや、マジック楽しいじゃん。マジック楽しいね、うん、で、これはデュエマです。次、早すぎやろ。語らせてやるよ、デュエマ。デュエマな、うん、あ、でもどうなんだろう、意外とさ、俺さ、これエターナルフェニックスとかさ、やっぱすげえかっこいいカードでさ、うん、高いかなと思ったら5000円で買えちゃうんだよね。そうだね、そのあのギラギラを5000円で自分のものにできるのはいいね。なんかさ、この時代のカードとかさ、うん、そのさ、まあみんな絶対これ言うんだけどさ、まあ、実家にあるわけ。そうだね、俺これ持ってるでしょ。そう、実家にあるわと、うん、あと、これもう売ったわとかいう。俺多分ね、本当に倉庫にあんのね、マジで。あ、お前倉庫あるらしいから。だからさ、どうしようかなと思って。ただ倉庫マジでさ、うん、カードとかどうなってんのかな。え、ちょ、お前んちの倉庫動画撮ろうぜ。マジで撮る。うん、全然行きたいよ。ちょ、お前実家帰るとき俺ついていくわ。やるか。でも、うん、ガチでお宝眠ってる可能性あるから。俺の兄貴とかもさ、うん、もうお宝も眠ってくる。まずお前の兄貴がお宝だから、俺見たことないからね、お前の兄貴。お前兄貴どんなんだよ。いや、だから結構熱いと思うんだよな。だってボルベルククロスドラゴンとかあるもんな、うちに。この頃なんてやっぱそのカードをさ、売るっていう単語を知らないから。あ、なるほど、ね、多分残ってはいるのよ、確実に。いや、それね、多分場所の違いだわ。だって俺さ、その地元っていうか歩いて5分のところに売るとこあったから、売りまくってたもん。だって小学生とかお金ないじゃん。そう、だから即売って即金に変えてってので、あの店からしたらマジでいい客だよね。だって、いや確かに買えてて安いじゃん。で、子供からしたらさ、500円だって500円超嬉しいから売りまくるよ、ね、そうだ、2000円で売れるものとかを店に2000円で売ってるものとか500円で買い取って売ってたから、あれはね、ボロいよ。それで言うとさ、うん、そのさ、俺もその小3ぐらいの時に、うん、近くのカードは山田屋っていう、まあ、個人のさ、おじさんがやってる店でさ、そこでだけその身分証なくカード売れるっていう店があって、うん、あった、俺もあった。そいつどうなったと思う。逮捕されたわ。おっさん逮捕されたわって言って。え、俺もさ、店あった。店あって、で、そこね、多分地球上で一番小さいカード屋なんだ。え、どれぐらいの広さだと思う。え、まあ、どれぐらいだろう。まあ、俺の部屋ぐらい。あのね、俺とお前の距離ぐらい。ちやま、無理。やばいっしょ。無理じゃん。いや、マジで入るじゃん。うん、もう、パチンコの換金のところ。換金じゃん。客、そいつ終了ってので、で、最初は勇気を持ってってたんだ。うん、なんか、サイコショッカー1000円買い取りとかさ、バスターブレーダー1000円買い取りとかで、うん、こうやった1000円になるみたいなやってたんだけど、ある日、そこビックリマン買ってくれるらしいってことを知ったんだ。あ、はいはいはい。で、ビックリマンさ、まあ、試しに持ってってみたら、うん、まあ、100円とか言われたけど、あれ、ビックリマンって単価60円なんだ、チョコ。そうだね。で、小学生でチョコ食うじゃん。食うね。だから、まずおやつがタダで手に入って、うん、で、時々高いカードシール出たら、うん、2000円買い取りとかしてくれるのよ。うん、もう全員遊戯をやめてビックリマン買い出した。証拠たくましすぎだろ。あのね、小学生でも、やっぱ高いものって人気なんだ。うん、だから今さ、そのポケカとかでもさ、うん、リーリー高いとかでさ、始める人多いじゃん。始めるっていうか買い出す人多いじゃん。あれのすごい縮図がビックリマン2000にあった。当時高かったのがビオラ限定っていうシールなんだけど、普通は目開けてんだけど、目つぶってるバージョンあるんだよ。うん、つぶってるの2000円書いてるのよ。やべえな、60円が。そうそう、60円から2000円出んのよ。すごい、ね。で、そういうね、地味な違いがビックリマンにいろいろあって、なんかこいつもウィンクしてるやつは超高いとか。そういうのあってね、めちゃめちゃビックリマン買ったな。熱いね、なんかそう、うん、だからやっぱね、高いっていうのは、うん、なんか単純だけど
やっぱ魅力的な要素なんだな。そうだね、知りましたね。なんかポケカーとかがね、その人気出る理由もよくわかる、うん、あ、待って、これ売ってんじゃん、155万。これなんかお前さ、うん、開けてなかった？これね、あのこの時代のパックね、全部この外見だから、あ、開けてなかったっていうので大変なのよ。リバイズドか、お前。そう、よく知ってんね。ここにリバイズドって書いてあったら、うん、リバイズドで。俺ね、MTG やってないけど、どんどん知識だけ上がってる。そうなんだよ。俺日々成長してるわ。 お前、あの、こんなにマジックやってるのに、俺と絡んでるせいで、かなり知ってんのすげえからな。だってこれだから別に名前さ、すぐ分かる。タイムウォーク覚えちゃうんだよ、マジで。やってなくても。エアップでも覚えちゃう。いや、すごいわ。400万タイムウォーク、やばいね。これ、あんなアルファ1ってさ、これ端っこ丸いじゃん。一番最初期のマジックなのよ。ああ、なるほど、それは高いわ。だからまあ、で、次の出荷からまあベータ版っていうやつで、あの今の企画になったのね。へえ。この丸っこいのは削れてるわけじゃなくて、一番最初期のやつなんだ。なんか辛くなってきたわそうだな。なんかさ、え、俺らさ、普通にあのなんか6000円が全財産とか言ってる中さ、ね、ちょっと生き方変えてたらさ、400万とかさ、手にできたわけなのよ、うん、少なくともリーレーは8000円で買えたのよ。もうこれ本当に一番あれだな、ミスだな。でも多分俺らが逆にリーレー買ってたら、多分ここまでリーレー値上がんなかったかもしれないんだよな。だから、まあ俺らが買うぐらいだからな、うん、俺らの人生ってさ、そういうもんだと思うわ。いやーマジで。でもね、あの一個絶対変わらなかったなっていう理由があって、うん、あの時の俺らの8000円は今で言う40万ぐらいだった。そうそう。ガチそう。あの時の8000円は今で言う40万ぐらいだから、絶対買うことないんだ。200倍ぐらいになってた可能性があるんだよね。深夜にあのコンビニを。で、次が、うん、あれこれ何？委託販売、PSA。委託販売っていうのはそのお客さんがなんかその持ってきてこうやって並べてるっていうこと。なんか中野とか秋葉にさ、なんかフィギュアのさ、あ、あるわ、よくショーケースのある、ああいうやつのカード版ってこと。へえ、すいません、ちょっと伺っていいですか。はい。これって要はお客さんが持ってきて、お客さんが値段つけて置いてるっていう。そうですね。へえ。でさらにアプリの方でも販売させていただいておりまして。じゃあ実店舗以外でもアプリを売れるんですか。実店舗とアプリの両方で置かせていただいております。え、絶対売れるじゃないですかそんな。マジ俺結構今本気でびっくりした。で、あの、うん、設定した金額から売れた場合にのみ手数料 4% プラス500円頂戴するというサービスになっております。え、ちょっと待ってください。あの、え、手数料、はい、何パーって言いました。 4% ですね。 4%? 4% です。低すぎない？待って待って。え、アプリで売れた場合の送料とかもその 4% プラス500円の方から払われるので。俺ちなみに前委託販売頼んだ時に 15% 取られたんですよ、とあるところで、はい、4%。 そうですね、だいぶと一応まあ500円、利用しやすいサービスになっているから。え、なのにこんだけしかないんですか。なんかもっと所狭しでグワーって埋まってないですか、そんだけ安かったら。それがですね、ダクのショーケースがここと、はい、さらにこことここと、先ほど見られていたこちらの、あ、ここもか、ここも委託の、あ、ここも委託だったんだ。そうだったんだ。委託のものになっています。で、さらに、はいはい、あちらのショーケースですね、ちょっとぐるっと回っていただいて、ちょっと4番マジでやってる。ここも委託のショーケースになってます。すごいな、4%。 え、じゃあ仮にここにあるメイがまあ10万じゃないですか。はい。え、10万の 4% っていくら。え、4000円ですね。4000円。4000円しか渡さないで残り全部手元なんですか。4000円とプラス500円なので4500円こちらで頂戴して。いや、全然500円発生ない。いや、そうだね、もっともらっていいんだよ。4万5500円が、まあ、もしこれが仮に出た場合、お客様の手元に残るという感じです。え、お店存続できますか、ね、マジで安すぎませんか。なんとかなんとかやってる事前事業なんとかえ、ギリギリの価格設定になって。いや、ギリギリ攻めすぎですよね。いただければ。え、すごっ。え、そんな安いの。ちょっと俺結構持ってまして、というわけでね、今回ちょっと委託販売やってみたいと思います。一応今回ね、もともとカードを売ろうと思っていくつか持ってきてまして、まあ、この裏モブとかあのホイール版高いんですよね。
だからこれを委託販売っていうことは俺がお店で売ってるような金額を設定して出していいってことですもんね。はい。これいくらだったら売れるかな。割とこれ希少なんですよ。で、まあ、傷もマジックの基準で言ったらないんじゃないかな。なんかポケカとかはかなり厳しいと思うんですけど、まあでも傷ありって言った方がいいな。なんかあの冷静に見たらな、白いところちょっとある気がするしな。どうしよっかな。フォイルバージョン、なんか2万5000円とか言ってるの見たけどな。どうしよっかな。こちらそうだね、お勉強させていただきまして1万8800円でどうでしょう。あんま800円とかつける人いないですかね。だいたい8000円ぐらいですかね。1円単位でつける方もいらっしゃる。マジで、まあ、手によくつける方も何のためにまあ1万8000円にしましょう。1万8000円でかしこまりました。ということは売れたとしてもあれですもんね、4% だから、1万8000円の 4% って安すぎません？ 180 円かける4だもんね。で続いて、こちらね結構マニアックな商品なんですけどきっと欲しい人は多いはず、サイカのドラゴンのアルマスの、トッパーバージョン。状態はさっきのよりもいいんじゃないだろうか。うん、綺麗だとは思います。一応ニアミントで買ったからな。まあとはいえなんかここはあの傷あるんじゃないのって言われたらありにはなりそうだけど、どうだろうな。結構この商品ねドラゴン人気もあるし、あとまあ逃走者でもねあの相手の戦場を焼き払えるということで強いので、まあ1万4000円ぐらいで売ってるけど、じゃあ1万2000円でどうでしょう。いるかな欲しい人。1万2000円ですであともう一個がね、これついこの間あの動画で出した地引きした意志の力9枠ホイールでございます。これもねやっぱまあ普通に買うと4万円ぐらいするんですけど、お店に買い取り出したらもっと下がっちゃうじゃないですか。っていうのでどうしようかなって思ってたんだけど、お店売りぐらいの金額で売れるんだったらそれ売りたいよな。ちゃんとねあのこれがあのパックから生まれた瞬間もね映像に残ってる、まあ、完璧なあのニアミントの意志の力9枠ホイール。そうだな、4万5千円ぐらいで売ってたもんな。4万5千円、4万円にしましょう。安いいいの安いかどうか分かんないけど4万で売れたらいいよな。だって4万で売れたらさ、手数料 4% だから、1600円と500円、2100円だけ渡して残り全部俺ですもんね。そうですね。37900円も儲かる。それなら売りたいな。本当にこんなもらっていいのかな、まあ、売れるかどうか決まってないけど、ちょっとこれもお願いします。お疲れします。でこっから先が俺あんま知らないんだよね。ちょっとポケカを持ってきて、まあ、マギさんポケカ結構そのお盛んじゃないですか。そうですね。だからポケカこそ、もしかしたら売れるかなと思って結構いろいろ持ってきたんですよ。まあ、まずは、まあ、ホミカ3体。俺ホミカすごいあの顔面好きだったんであの SR をね買ったんですけど、なんかもしかしたら高いかもっていうので、これってスタッフさんになんかある程度その参考価格聞いてこれぐらいの金額だったら売れるかもしれませんみたいなアドバイスとかってもらうことできますか。そうですね、相場をある程度お答えすることは。はい。あ、じゃあ値段知らなくても売れるんだ。あ、じゃあこれとあとあのこの間ちょっと大宮のオリパで引いたシロナの覇気、これも全然わかんないんだよな。これとあともう僕がね小学校6年生の頃からずっと温めてきた光るテレビ、これ俺一応ねめちゃめちゃ高いと思ってて、なんか1回18万とかで売ってるの見たんですよね。はい。だからもしあの、まあ、スタッフさんが、まあ、これ18万ぐらいだよって言うんだったらもうそれぐらいで出したいと思ってます。でもう一個はこれピカチュウ VMAX の、 あのプロモ版、ただこれどうだろうな。あのもらった時はね一応なんか2万円ぐらいするよって言われたけど、でも別にピカチュウ VMAX さ普通のもさプロモ版もさあんま変わらないじゃん。文字書いてないプロモってマークだからこれなんかあんま高いとは信用してないけど、ちょっとこの辺の値段だけ参考までに教えてもらってもいいですかね。はい。
まずホミカですけれども、はい、状態が良ければ1万円程度、ね、1枚、はい、俺これ3枚で6000円とかで、なんかそれこそマギで買ったんですよ。1枚1万そうですね、最近ちょっと上がってまして。おお、マジで。ちょっと待って、で白の覇気いくらですか。白の覇気は1万2000円ぐらいですね。1万、あ、でも高っ。俺1000円の価値は一発で当てたやつだよ。まあ、ただ売れるかどうか別問題だけどな。マジで、白の覇気も10万円になるまで、どうなの。ポケカすごっ、マジで。ちょっと待って、これ最後にしよう。これもしかしたら100万とか言ってるかもしれない。だって300万いってるかもしれないな。だってこの値上がり方えぐくない。急裏だしょ。うん、そう、急裏で、しかも俺マジで出ないのよ。じゃあちょっと待って、まずピカチュウだけ教えてもらっていいですか、先に。はい、ピカチュウのプロモはこれが1万6000円。ああ、てか、なんか下がってんな。いや、でも、まだセレビーがあるから。ああ、まあそうだね。ちょっと待って、あ、このセレビー、ちょっとどうしようかな。どっから聞こう。めっちゃ気になる。じゃあちょっとこの光るセレビー、教えていただいてもいいですか。先に結構年代物なので状態だけ確認させて。あ、もちろんもちろん、よろしいでしょうか。そこまでは悪くないんじゃないかな。まあでも状態悪くてもね、多分10万ぐらいは絶対した。ありがとうございます、はい、まずこれってはい、お店の基準でいうと状態どれに当たるんですか。マギでいうと状態 C。 C？ さっきのデスの D の1個手前ってこと。そんな悪い？いやいやいや、まあ小学生だから舐めかねないけど。マジで？結構綺麗に出る。ああ、まあなんかこの辺か。C なんだ。マジか。まあ下がって100万ぐらいかもしれないな。で、お値段は？お値段が3万円になります。3万、待って、嘘。3万それどっちだよ、衝撃が。低すぎる。思ったより低い。まだまだ、マジで低いんだけど。俺マジで今日何回マジでって言ったんだろうな。だから待って、やべえ、マジで、嘘。幻のポケモンですよ。待ってよ。そうですね。お、女子強っ。女子強っ。嘘、光るセレビ、ホミカ3匹に負けんの。負けるというか互角なの。さすがに3万は撤退するな。戻れお前、逃げるんだ。セレビ逃げろ。マギでの板完売を簡単にご紹介。本人確認書を提示した後、カード名と金額を記入。そのうち QR コードを読み込んで専用のページから契約書を作成して手続きは完了だ。というわけで今回はマギ秋葉原店さんで初めての委託販売やってみました。まあ、売れるかどうかかなり分かんないですけど、売れたらね結構な金額になるんで、まあ、それを元手にね、またサーティースアニバーサリーエディション買いたいと思ってます。またそれなんだ。うん、もうあれ一本できたね、これからは。いや、だからね、なんかあれを応援したいなっていう方はぜひ秋葉原来て、これらのカードを買っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで皆さん、今回動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。カード買ってね。